はい、皆さんこんにちは。開店休業中、ロンドンブルーパンチガイド牛こと牛堂です。今日は12月の10日金曜日です。昨日ヘルシンキ経由で日本から戻ってきました。出発5日前日曜日の朝、知ったのがイギリス入国の際にまた陰性証明書が必要になったということです。それで慌てて PCR 検査を受けたんですが、もともとちょっと気がちっちゃいので結果的に2回も PCR 検査を受けることになってしまい、あと振り返るとこの1年ほどで陰性証明書にまつわるハプニングが3回ほどありました。ということで、何があったか、そういったことを情報を共有して、この年末、日本に帰られる方、また日本からこちらに戻ってくる方、参考にしていただければと思い、簡単な動画を作ります。日本と各国の出入国条件というのは、今回オミクロン株みたいな新種が出てくると、またいつどうなるか分かりませんから、必ず各国の大使館および厚生労働省のサイトを見てチェックなさってください。この動画はあくまでも陰性証明書に関するお話です。日本入国の際に陰性証明書が必要になったのは去年のクリスマス明けです。12月の終わり頃、私はその2日前に英国航空で日本に帰ったんです。帰るということで空港に行ったんですが、信じられないことが起こりまして、チェックインの際に必要ないはずの陰性証明書が必要だと言われたんですね。いくら何人もいた日本人がいろいろ言っても、もうガンとして聞いてくれない。下のターミナルの中に検査場があったので、それを受けてこいと。で、仕方ないのでみんなで受けに行ったら、検査結果が間に合わなくてみんな乗れませんでした。十数人で。ただ、PA のスタッフがその日の夕方の JAL に振り返ってくれて、それで帰国することができたんですけれども、当然 JAL チェックインするときに私たちが聞いたら、陰性証明書必要ありません。こんなことがあるわけですね、こちらでは。まあ、いずれにしても BA に、苦情のメールを入れましたら返事が来まして、結果的に、全員、航空賃は返してくれましたということで、ただで日本に行けてラッキーと、まあ、そういうこともあったわけですね。まあ、これはまずよほどのことがないと同じようなことはもう起こらないんじゃないかと思うんですけど、あと次は、8月です。私の知り合いが日本に本帰国ということで、その時に街中の病院で陰性証明書を取って空港に行きました。そこの病院では、日本は書類にうるさいんで大丈夫ですかってしつこく聞いたそうですけど、大丈夫大丈夫と。ところが JAL のカウンターに行ったら、その書類ではダメだと言われたんですね。ただ私がさっきお話ししたようなこともあったので、早めに行きましょうということで、早めに行ってたので、慌てて空港内の試験場で検査を受けて間に合って、無事日本に帰ることができたと。こんなこともあったわけですね。過去にこんなことが2回もあったので、私も陰性証明書に関しては注意するようにしてます。ということで、今回日本に帰国したのは9月の14日です。日本は出国72時間以内に取った陰性証明書が必要ということですので、その2日前にの朝に行って陰性証明書を取ってきました。 JAL と BA 両方のサイトで推奨されてたコリンソンという会社です。で、そこで取った英語の証明書がこちら。今回日本に帰ったフライトはヘルシンキ経由、ヘルシンキからは JAL ですが、そこまではフィンエアでした。空港でフィンエアのカウンターに行ったら、その書類じゃダメだと言われたんですね。ところが私は、日本はとにかく書類の書き方とか非常にうるさいので、コリンソンで日本のフォーマットのものも欲しいということで、そちらも出してもらってました。それを見せたら OK だったんですね。何が違ったかというと、ただ採取方法の書き方。そのことは JAL の知り合いにすぐ報告しました。それが関わっているかどうか分かりませんが、さっき確認したらコリンソンは JAL の推奨サイトから外されていました。いずれにしても、そういうこともありますので、日本政府が出しているフォーマットのものも必ず検査したところで、サインをしてもらってお持ちいただくのがいいかと思います。次に、日本で PCR 検査を受ける際ですが、
今年の1月に私が帰ってくる際にいろいろと調べました。安いところは1900円ぐらいからあるんですが、ただし英文証明書出せると言いながら出せないところが多いです。安いところはまあ1900円から3000円ぐらいのところですね。というわけで結局浜松町にある TK アクリニックというところで、当時多分1万6000円ぐらいだと思います、英語の陰性証明書を出してもらって、そして、無事に帰ってくることができました。今回もはいらないつもりだったのが突然出発5日前にいるというのが判明し、慌てて探したんですが、もうちょっと安いところがないかなということで調べたら、ある人がブログを書いてまして、そして見つけたのがこちらです。ちびっこの科学と遊び株式会社、ちょっと心配になるような名前なんですが、その下にインターパーク倉持呼吸器内科提携と書いてます。それがこちら、はい、これですね。栃木県の病院みたいです。で、一応専門みたいで、こうバーって読んでいくと先生本も書いてらっしゃるし、あ、信用できそうだなという感じで、ここからネット予約に飛ぶこともできるんですが、はい、でこちらのホームページを見るといろんな流れが結構細かく書いてまして、分かりやすくなってます。そして値段が7500円かな、結局、非常に安いです。あと、ここから予約できるようになってるんですが、これ飛ばないんですね。で、どうしてもここからですと、予約サイトに行けないので、一応電話して聞いたところ、はい、この一番上の、検体採取場ですね、宇都宮、浜松町、大宮、水戸にもありまして、こちらから申し込んでくださいということで、こちらで私は浜松町が便利だったので浜松町、はい、こちらから申し込みました。そうすると検査代が5500円、これは予約の際にもうオンラインで払ってしまうんですが、2000円の、陰性証明書は検査に行った時にそちらで申し込んで支払うという、そういうスタイルになってます。場所も、大門の地下鉄の駅を出たら、もう本当に歩いて1分かからないようなんですね。一番近い出口から出たら。非常に便利なところにあります。はい。で、こちらを選んだ理由は、すべて郵送で行ってしまって、検査結果をメールでもらうというところがあるんですが、まあ、受け取る分にはいいですけど、こちらから送った場合にそれがちゃんとついてるかどうかが非常に私心配性なので、ということで、とりあえずこういうところで検体採取をして、あとその検査場まで運んでくれるのはもうここの人が責任を持ってやるわけですから、その分少なくとも安心できるということで、直接行って検体採取するところを選びたかったので、こちらにしました。7500円、朝の9時半に予約して、そして次の日の3時には結果が送られてきました。一応翌日の5時か6時までということになってますが、非常に早かったです。朝早い方が早く結果が分かるかもしれないということで9時半に行ったんですが、ここの人に聞いたところ、朝早くても夕方でもその日のものをまとめて病院に持っていくので、何時でも時間は同じだと言ってました。そして次の日にここから送られてきた証明書がこちらです。これは日本政府のフォーマットをひな形にしたようなものですね。必要事項バッチリちゃんと書かれてます。先ほどのウェブページにもサンプルとしてこれが出てますから、各国にちゃんと条件が満たされているかどうか事前に必ず確認なさってください。この検査証明書を JAL のチェックインの際、そしてヘルシンキの空港で証明書を求められた際に提示して全く問題ありませんでした。ところが、私はもう一心配性なので、実はもう一箇所違うところでも PCR 検査を受けました。というのも、こちらがイギリス政府のウェブサイトです。はい、こちらにコロナウイルスに関する情報が書かれているんですが、ちょっと下に行くと、はい、When to take your test? はい、When to take your test? You must take the test in the 2 days before your service to England depart と書いてます。ということで、イギリスに出発2日前にテストを受けなさい。ちょっとこれ分かりにくいですが、For example、例えば、
金曜日にイギリスに向かうんでしたら水木金の何時にテストを受けても構いませんということです。ということで私は木曜日の11時35分に出発の飛行機なので、早くテストを受けて早く結果が出た方がいいなということで火曜日の9時半にテストの予約をしました。ところが月曜日の夜にフェンエアから嫌なテキストが入ってきたんですね。それがこちらです。こちらがフェンエアから届いたテキストです。おそらく AI が自動的に発信しているものだと思うんですが、ここに書かれてあるのはヘルシンキ発ロンドン行きの飛行機の便名が書いてあって、そして、出発48時間前以内に取ったテストの陰性証明が必要ですと書いてあるんですね。そういうことになると私が取った陰性証明がここで無効になるということになります。当然イギリス政府が言ってることが正しいんですが、先ほど挙げた2つの例もあるように航空会社によって何言うかわからないかなというところもあるので、この飛行機に乗るのに問題ない陰性証明書も所得しといた方がいいかなということで JAL のサイトを調べてみました。はい、こちらが JAL のウェブサイトで、こちらの方にクリニックが3つJAL が推奨しているところが出てきてます。左の TK クリニックは1月に私が受けたところです。そして今回はこの右いろいろ詳しく全部見てみたんですけれども、一番値段が安くて検査に直接行ったらその日のうちに出しますと言ったのがここです。他は翌日ということだったので、もうハラハラドキドキするのが嫌なのでもうこちらを予約してしまいました。これは出発の前日朝の10時半に予約しました。北品川駅から歩いてもう3分ぐらいのところですね。はい、非常にわかりやすいです。ファミリーマートの地下入っていくとその奥の方が病院と。ここはすごいしっかりしてます。お客さんもひっきりなしに来てましたし、そして、受付、その前のオンラインによる往診、そして唾液で採取するのと鼻でやってくれるのと、一応どこの国に渡航するかによってこちらがいいですよと、どちらもできるようでした。私の場合はやっぱお鼻でやった方がいいですねと、こういうことで、ナースの人が来てくれて、やってくれました。そしてこれも3時半にできますよと言ってたのが2時半か3時ぐらいですね。その日には陰性証明書が届きましたので、ここが私みたいな心配症の方には一番安心できるんじゃないかと思います。ただしここに行かないといけないですからね。地方の方とか近所に PCR 検査をしてくれる人がなくて郵送に頼らなきゃいけないという人でも、ここに送った方が多分他よりも安心できて一番早いんじゃないかなと思います。先ほどの安い PCR 検査の方は検査場からその日の夕方栃木のクリニックまで送ってますので、ここは採取したらその病院ですぐ検査をしますので、それで非常に早いということです。はい、それでは最後にまとめます。日本に帰る際の陰性証明書、これは各クリニックに厚生労働省からダウンロードした日本政府のフォーマットのものを持ってって、そちらに必ずサインしてもらって、それで、持っていくことをお勧めいたします。そして、日本で陰性証明書を取る場合、これ、YouTube に非常にいいいろんなところを比較しているサイトがありましたので、YouTube がありましたので、リンク貼っておきますから、そちらもぜひご覧ください。東京の場合ですと今回私は2カ所で陰性証明書を取ったわけですが、どちらも非常におすすめです。安いのはちびっこの科学と遊び株式会社、インターパーク倉持呼吸器内科提携というところで7500円ですね。一応そちらの方に行って、検体を採取して、そしたら向こうが責任を持って送ってくれますので比較的安心。次の日の夜には夕方には陰性証明書が送られてくると。ただ一番安心なのはやはり井戸53次北品川、
そちらに行って受けられると、そうするともうその日のうちにできると。郵送の場合でもここが一番安心ではないかと思います。15,000円。というわけで、私みたいに心配性の方は、その日にうちに検査結果が出ますよと言ってくれてるクリニックに行って、そして検査陰性証明書を取ってもらうのが一番じゃないかと思います。簡単な動画にしようと思ったんですが、ついついちょっと長くなってしまいましたが、まあ、いずれにしても、まあ、できるだけ早く PCR 検査だとか隔離だとかそういうのがなくなって、早く自由に旅行できる日が来るようになってほしいものです。では皆さん、良いお年をお迎えください。